Hello everyone, I'm glad to see you glad. さあ今回も街で突然突撃してクイズを出していくぞ。僕のことキャバクラついてきたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃダメ。いいですよ。そうだよね。電車のあれだ。結構難かったよね。結構難しい。めちゃめちゃ難しい。野球の話がしてなきゃ。甲子園、甲子園。そう、優しめで結構バカなんだよ。1問目は必ず決まってんの。神奈川県で一番多くバスの車両並びにバス停を持ってるバス会社はどこだ。一番多く。神奈川県に走ってません。神奈川県に走ってんのは西武バスではなく伊豆箱根バスです。伊豆箱根バス、伊豆箱根バス、絶対無理ですね。ただし、伊豆箱根バスも不正解になります。西武系列は神奈川県では伊豆箱根バスっていうのが走ってますけど、西武バスは走ってない。神奈川県にはそれで正解したことあります。誰かキャッチで、キャッチで正解した人いますよ。いるんですか。実際新橋で一人だけ俺のこと連れていくことに正解したの。今の問題と飛ばすのバス停が一個もないのは何区だっていう問題当てたの、その人。だからそれなんか板、この間も出してたの板橋区だ。違います。板橋区の場合ちゃんと飛ばすありますから。バス停何銀でいますか。正解した人ん何銀でいる。いない。すごいな、その正解した人。新橋にいます。お、すごいな。だからその時はキャバクラに生まれて初めて行きました。あ、2回目だ。そういうこと。その時は行ったから約束は持ったんだ。偉いですね、先輩。うん、1回目の時にちなみに連れて行ったのその人含めて2人だけ。1人目はガールズバーの女の子。その時出した問題、毎年トラファルガー広場にクリスマスツリーをプレゼントしている国はどこだ。トラファルガー、トラファルガー広場。オレンジカウンティ。違います。オレンジカウンティ。そもそも何。カリフォルニアですね。オレンジカウンティ。それ知らない。トラファルガー広場は私は知ってるけども。あの甲子園の問題出してあげてください。甲子園の問題、優勝校。甲子園の優勝校、はい、昭和48年の準優勝、春準優勝、夏優勝、どこだ。沖縄水産。違う。奈良。全然違う。何県ですか。言うと答えになるから言わない。これ本当に調べてこの間逆に聞いた。あ、なんか当たってたんだ、ね、そう、全部当たってた。マジですごい。ちなみに明徳義塾。その時代はまだない。その時代は明徳高校だったんだ。明徳高校。ギブアップです。その答えは甲子園広島商業高校でした。お、広島県なんつったら広島商業しかないじゃん。いや、そんなことない。今といえば広陵高校があります、まあ、広島工業だってあるけども。広島工業って言うのも阪神と広島にいた新井の母校。広島と阪神の両方にいた新井の母校、広島工業。すごい。では平成の商業は柳田だもんね。柳田、現役は今柳田のみ。平成4年の夏の甲子園優勝チームはどこだ。平成4年うん、平成4年沖縄尚学。沖縄市平成4年、あの松井が5打席連続敬遠の年。生まれた時。広陵高校が優勝したことか。広陵高校は生まれた時だよ、平成4年。あの時は、わから。北海道。北海道の初優勝はまだまだ先。駒大苫小牧。もっと先。酒井、わかんないの。言っておくが、平成4年の年っていうのはほとんどの人がわからないの。それはなぜか、平成4年といえば高橋由伸が甲子園行った年でもあるし、ライオンズだった高木大成もチームメイトとして甲子園に行ったけども、みんな知らない。それはなんでか、松井秀喜の5打席で敬遠が目立ちすぎたかな。松井秀喜の高校生だ。松井秀喜が星稜高校で5打席連続敬遠だったの、その年。PL、その年の大阪代表は近畿大学附属高校だから違う。青森山田じゃない。その年は弘前実業。その年の青森代表弘前実業だから違う。ギブアップです。はい、ゲームオーバーです。ここ今の答えは教えてください。
詳しくは教えない。新庄剛志の母校、それだけは言っておく。どこだ新庄剛志って、あれか、ああ、歯が白い人だったかな、覚えてないけど、まあファイターズとか阪神とかメジャーにいた人。ああ。そう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 、はいはい、新庄剛志の母校、CM 出てたりした人ですね。そう、新庄剛志の母校が正解。今回も無事全問正解に終わらせました。ではご視聴いただき誠にありがとうございます。